何？めちゃくちゃすごいのに。得点王になったら騒ぐわ。ボディバランスとかいうウィーレでしか聞いたことないワード。にわかか？今はeフットボールって言うんだぜ。決定力微妙じゃね。シュートディーぐらいやろ。十分騒がれてる。久保と三笘ってどっちが体制するんや？日本の選手って基準ならどっちも体制してる。シュートとパス逆やろ。ワールドカップ前までは無名やったやん。シュートはそうでもない。大学行ったの無駄じゃね？大学行ったから活躍してるわけじゃないやろ。せやけど J 泊まりやったら将来不安やろ。リスク管理できる人間や。香川に見た夢を叶えてくれるのは三笘か久保かどっちかな。シュートとパスは C くらいちゃうか。2016の19筑波大学、2020の21川崎フロンターレ、2021の22ユニオン SG、2022の23ブライトン、世界最高峰リーグ。三笘大卒なのに凄すぎて草。三笘のおかげでサッカー見るの楽しいわ。